ボアスピアソード、ボアスピアソード、あるいはボアソード、サシュワータとは、狩猟用の剣の一種である。中世ヨーロッパのスポーツハンティングにおいて、貴族がイノシシを狩るために使用した。ボアスピアソードと似た名称の狩猟用,用の槍に、ボアスピアがあり、この項目でも数度言及されるため区別を要する。ボアスピアソードを用いた狩りの様子ボアスピアソードは、神聖ローマ帝国にて使用された。 カリを愛好していたマクシミリアン一世によって考案されたとされている。槍のような得意な形状をした刀身を持つ一つ専用の剣であり、馬上の貴族が逆手に持ってイノシシに対して振り下ろして使用した。膨らんだ木先が目を引く特徴であるが、それ以外の部分ではエストックと共通した形状を持つ。貴族のスポーツハンティングにおいて剣を用いて 獲物を仕留めることは槍を用いるよりも高い価値があり、また公正で貴族的であるとみなされていた。槍の代わりにこの槍のような剣を作り出したのも、当時のこうした風潮と無関係ではないだろう。この剣は15世紀後半に成立したが、オーストリアやドイツ以外では普及せず、16世紀の半ばまでには使用されなくなった。このため、現存しているボアスピアソードはあまり多くない。 狩猟用武器としては普及しなかったボアスピアソードだが、その得意な形状のためか、画家には、好んで描かれることが多かった。例えば、ハンスブルクマイヤーの連作版がマクシミリアン一世紀の外旋の中には、この剣を持った貴族たちが描かれている。ドイツ語での名称の一つ相反がシュワートが、示すように、この武器はイノシシを狩るために作成、使用された剣であり、それが、 ボアソードの名の由来である。また、エイワルト・オークショットはこの剣を指して、飾り気のないマスタードソードと、ボアスピアを掛け合わせたような剣と表現しており、ハワード・ブラックモアは、ボアスピアの穂先を、エストックの先端に取り付けたものと記している。これに従えば、英名のボアスピアソードとは、ボアスピアのような剣という意味となる。ボアスピアソードの名の由来として、その喫先が、 イノシシの牙に似ていることを挙げる文献が日本には見られる。現存するボアスピアソードの喫茶器の形は様々な形のものがあるが、一つに用いるためいずれも湾曲しているイノシシの牙とは似ていない。これは誤りである。こう描くイノシシの牙特徴的な喫茶器と等身に取り付けられたストッパーを除くとエストックに類似した外見をしている。喫茶器は両場であり、 その形は、歯型や、槍の穂先型と表現されることが多いが、太めの棒状のものや、フランベルジュのように波打ったものなど、様々なタイプのものがある。イノシシへのダメージを向上させるため、この部分は、刀身より、幅広になっている。刀身の部分には、歯は設けられていない。一つ専用のボアスピアソードには切るための歯は、不要であり、使用者を傷つけるリスクもあるためである。 この刀針は、イノシシの突進に耐えられるように硬い棒状となっており、その断面は円形、あるいは多角形になっている。握りの部分は両手で握れる長さを持っているものが多い。ボアスピアソードは、馬上では、片手で用いるが、後日のストッパーの存在や握りの長さなどから、下馬して、両手で使用することもあったことがわかる。剣がイノシシに深く刺さりすぎるのを防ぐため、 喫先と刀身の間にはストッパーが取り付けられる。剣が深く刺さってしまった場合、月光したイノシシがそのまま剣の持ち手を牙で突く危険性があり、また仕留めた後に剣をイノシシの体から抜くのが困難になるからである。ボアスピアには固定式のストッパーが設けられていたが、剣である。ボアスピアソードは槍である。ボアスピアとは異なり、鞘に収める際に、 ストッパーが邪魔にならないよう工夫を施す必要があった。一般的なボアスピアソードのストッパーは、クロスバーと呼ばれる棒状のパーツで着脱式である。クロスバーは、ボアスピアソードの頭身に開けられた穴にかませたり、ネ、ね、ジ止めしたりして固定された。着脱式のクロスバーとは異なり、頭身に固定されているが鞘に収めるために変形する、機構を持つ棒状のストッパーも存在する。 回転させて広げるものや、バネを仕込んだ折りたたみ式で鞘から剣を抜くと、自動的に展開するストッパーを備えた、ボアスピアソードが現存している。またこれらのような棒状のストッパーだけではなく、オールパイクに見られるような円盤状のストッパーも存在した。ありがとうございます。